太陽は、白文館が1895年1月から1928年2月まで、計531冊発行した日本初の総合雑誌。大正デモクラシーの世相に乗り遅れて、廃刊した。日清戦争の勝利が決定的となった1894年12月、白文館は、日本は世界の大国になったのだから、欧米諸国に負けない。 総合雑誌をという趣旨の太陽発刊の主意を発表し、翌月、太陽を創刊した。この時同社は、期間の日本商業雑誌、日本大化論集、日本農業雑誌、日本の法律、駆除雑誌を太陽誌に、文芸共進会、世界文庫、明治文庫、逸話文庫、春夏秋冬を文芸クラブ誌に、日本の少年、幼年雑誌、 学生必戦上、少年文学、幼年玉手箱、少年世界史にそれぞれ統合している。編集人は年代順に次の通りである。月刊、または半月刊。寸法は46倍版、または聞く版、または聞く倍版。本文、約200ページの捕獲地へ、別冊もあった。初期の発行部数は10万部に近かった。 記事は、政治、経済、社会、軍事、歴史、工業、宗教、芸術、文学、家庭などにわたり、例えば第一巻の執筆者は、学者の与田学会、加藤博之、久米国武、大内清蘭、神田内部、上村正久、石川千代松、三宅節礼、横井時吉、天野溜行、志賀隆、坪井正五郎、大西はじめ、鳥居隆三、 姉崎正春、政治家の大鳥圭介、谷田敵、金子健太郎、末松健長、小村寿太郎、犬飼武士、小崎幸夫、牧野信明、この絵集まろ、実業家の渋沢栄一、加藤木重京、岩本義春、作家の福地玄一郎、相馬高村、戸川残花、大和田敵、坪内昭洋、落合直文、森田志軒、高田露伴、 斎藤緑空川上美山お橋音は、岩屋さざ波、高山貯牛、樋口一葉、佐々木の仏名、島崎東村、泉京花、与さの鉄管などと多彩だった。高山貯牛と長谷川天慶は、初期から多くの評論、辞表を載せた、貯牛を大町啓月が継いだ。他に、加藤博之の発言集、貧相百は、 戸ヤ部俊ュの人物月刊、秋月天っぱなしの牛門随筆、石黒忠則の談話集、共和館は、上田里氏の文芸評論、独語と対話、エミ水院の回想記、自己中心、明治文壇史などの評論があった。1912年には、ミノ部達吉と、上杉新吉との論戦も行われた。久米ケ一郎の新印象派の影響、 小松康介の欧米音楽界の元凶など美術、音楽の紹介もした。書出の文学作品には時代順に次などがあった。1923年の関東大震災後、探偵小説の流行を追い、平林初之助を編集人に立てて、プロレタリア的評論、小説を載せたものの世に送れ、廃刊した。ありがとうございます。